どうも皆さんこんにちは、フジピコです。今回はですね、我が家のイベリアトゲイモリが脱皮をしてまして、いや僕自身ね、この両生類の脱皮をね生で見るの初めてだったんでね、結構ね衝撃的な映像でですね、まあね一部始終全部撮れたわけじゃないんですけど、ちょっとね面白かったんで短いんですけれども、早速ご覧ください。それではご覧ください、どうぞ。はい、こちらが我が家のイベリアトゲイモリのハツなんですけど、これ見てください。お腹の方がね黒いつぶつぶが出てきてね、これなんでやろうなと思ったらね、見てください、こっちのねミノの方はね結構綺麗なピンクなんですけど、全然違うでしょこれ。でなんかちょっとね水が汚れてるから、それでね汚くなってるんかなと思ってたらですね、なんと、はい、これ1時間ぐらい経過したらですね、これお腹の方まで皮めくれ始めてて、なんと脱皮してたんですね。いやなんか海藻みたいなゴミついてんのかなと思ったらね、これ岩に体すりつけて器用に脱皮してました。今ちょうど上半身の方からね、なんか着物脱ぐみたいに、はい、なんかワイルドに脱いでますね。こうやって新しくね出てきた皮膚の色と全然違うのも分かりますよね。やっぱ尻尾の方はねまだ黒っぽくてザラザラしてますね。あーちょっと、はい、ちょっとアングル変えました。はい、今はね上半身全部脱ぎ終わって、足下半身の方に行ってますね。こうやってね体をくねらせながらね器用に脱いでいってるんですけど、まだ足の方だけねちょっとほらなんか皮に縛られてね、上半身だけ匍匐前進みたいな感じになってますね。ほらもうめちゃくちゃ綺麗になったでしょう。あー頑張れ。あー今足がようやく取れましたかね。って見てたらですね、これ見てください、なんとですね、イベリアトゲイモリも、これね、レオパと同じように、脱皮の皮をね、自分で噛んで食べながら、うまいことほら、あー、スルスルスル、スポンとね、はい、綺麗に取れました。見事な一本脱ぎということでね、で、なんとね、この皮をね、食べてるんですよ、これ。いや、めっちゃ恐怖映像でしょ、これ。ちょっとびっくりしましたわ。やっぱりね爬虫類ね、レオパとかでもカメレオンもそうなんですけど、脱皮の皮食べる種類いるんですけど、こいつらもねまさか脱皮の皮食べるとは。しかもなぜか後ずさりしながら、しかもこのねちゃんと手の形になってんのがまたちょっと怖いですよね。このあーちょっと見えへんとこ行ってもた。でこの綺麗にね5本指ですっぽりね手袋みたいな形で脱皮してました。はい、今こうやって食べてるんですけど、わかります？最後ね手袋もこしてる状態ですね、これ。ほら、なぜか後ずさりしながら綺麗にね、残さず食べてくれてます。やっぱこれレオパと一緒でね、殻残してたら自分の居場所がバレるからっていう理由で食べてるかもしれないですね。ほら、これ完全に脱皮し終わった後のハツの姿です。いや、めちゃくちゃ美しいでしょう。綺麗なピンクになりました。このサイドの黄色もね、綺麗に発色してます。でね、まだ若干ちょっとね、皮残ってるのか、またちょっと細かいところをね自分でペロペロ噛んだりしながらね、掃除してますね。いやもう多分ないと思うけどな。お、そろそろもう気が済んだかな。いや綺麗に脱皮して、いややっぱまだ気になるみたいですわ。はい、まあね本人が気の済むまでやってもらいましょう。こうやってね脱皮終わったら心なしかね、この血管まで綺麗にね浮き出てるような気がしますね。お、もう終わったかな。はい、それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。